これ派手にいったけど大丈夫か。お疲れ様です。今日は5月18日です。今ねちょうどね Vlog の書き出しが始まっておりまして、12時45分ということでちょっとオーバーしてるんですけど、まあまあ順調ですよ。午前中に Vlog の編集ある程度終わって、でまあピアノ触ったりで、ギターの練習もね今日は午前中にできたし順調で、今日は午後から、レッスンが2つあります。で、昨日ね、掃除をさ、やろうと思ってて、結局できなかったから、今日、この、ご飯食べたら、掃除やろうと思います。あ、書き上がった。とりあえず、アップ、ね、先にやっておきます。Direct out of the M1 versus the blue box, kind of going direct versus real miking, and we had like too many sources here. It is so complex. I will unplug, the blue box speaker, boosts the peaks and creates the dips. Mm-hmm. And this is what gives the cabinet.はい、それでは掃除やっていきます。なんか今日もねちょっと湿気すごいし、雨もなんか降るのかな、涼しいんだけど、だから掃除をサクッと終わらせてそのままウォーキングに行くっていう作戦もありますよね。うん、いけるぞ、これ頑張ってみよう。はい、とりあえずね掃除をサクッと終わらせてウォーキングに出てきました。天気予報によると4時ぐらいから、まあ、ポツポツって感じなんですけど、すでに始まっております。若干感じております。多分そんなにはひどくならないと思うんで気をつけながら行ってみますけど、まあ、状況に合わせて折り返したりとかはしようと思います。今ねさっき YouTube でさ見てたトーマスブルグさんのねライブ配信のアーカイブを聞きながら行ってるんですけど、アンプワンを使ったまあこうレコーディングのコツみたいなやつ非常に勉強になりますね。
at the curve, at the frequency response curve, it is kind of actually pretty even in the mids. And yeah. all the others, they have more weird mids. 結構ね、この話面白くて、なんかマイケルランドオタクのエリックさんっていう人が、アンプワン使って、この音色をね、似せてるやつ作ったんだよっていう話と、で、それはこれ使わないで内蔵のレッグアウトを使ってますよっていうのと、まあそれはフェンダーをずっと使ってきてたんで、で、トーマスは結構マーシャルをずっと使ってきてた人だから、ちょっとマーシャル寄りななんかこうキャビネットのなんかサウンドメイクがちょっとタイプじゃないんだみたいな感じで内蔵のレッグアウトで全部やってますっていうのをエリックさんは言ってて、でトーマスはフェンダーだったらこの中のブラック 2x12 のやつが一番ミッドが強いですよっていうのと、アンプの方のミッドももっと上げていいよって、そのフェンダーが好みの人はね、そういうセッティングがおすすめだよって言ってましたね。で本当だったら今レッスンしてるって、本当だったらっていうかレッスン3時からなんでってなってたんですけど、それね自分の勘違いでスケジュールに入ってたんだけど違う日だったのね。で確かにその人この間レッスンやったばっかりだから、あれもうみたいな、なんかそんなスケジュールだったっけって思ってはいたんだけど、で見たら来週も入ってるし、 LINE を見返したら別の日でお願いしますって言われてたし、でなぜか今日にも入って来週にも入って、なんかね3つぐらいその情報がこうちょっと混乱してて、なんかで今日じゃなかったっていう話です。はい、なので、次5時からですね、時間が空きました。はい、ちょっとこれもうちょい勉強して、面白いねこれ。 It is kind of actually pretty even in the mids. One advice I would give to the Fender guys. あともう一個忘れてたけど、ピークがねここにあって、緑色がこうシグナル来てますよっていう反応するんだけど、トーマスさんが言うには結構赤がこう引いてて、赤って結構なんかずっと光っちゃダメだけど、緑から赤ってなんか赤に差し掛かってるあたりが、個人的には、設定としては、そのアンプのボリュームはここまで上げましょうみたいなやつは、その辺がおすすめだって言ってました。それがちょうど、こう、スピーカー、本物のスピーカーが自然にこう出す、こう、コンプレッションがかかってくるあたりの、なんていうか、サウンドになるらしい。完全にこれ自分の記録用だよね。ここで言っとけば、多分自分が動画で後でした時に、そこ使うんで、で、そしたら、忘れないからさ、自分がさ。はい、is if you are using a blue box. はい、本日のレッスン終わりました。お疲れ様でした。で、今日はねパントリータイムでございます。はい、ないから何も調味料とかが。パントリーいきます。まずですね、醤油、そっからないですから。はい、安いのでいいな。1リットル204円。いいんじゃない？はい。そして、料理酒。リッター248。これですかね。はい。みりん。久しぶりだね。パントリー。リッター385。そうっすね。はい。めんつゆ。日本人の基本ですね。この辺は、もう、家になきゃダメなやつね。もうそこがもう尽きちゃってるんで、やばいよね。リッター303、これだね。そしてごま油、これはねリッターとかいっちゃまずい。そんなにこれは張り切って買うもんではない。まあ使うけどね、ごま油結構 200g でいいよね。普通のごま油でいいよね。であとね、パントリーにあるか分からんけどダスターですね。パソコンの PC ダスターみたいな感じで出てくるかな。ピシッてやるやつだよね、ダスターってこれだよな。まあそうなんだけど、なんていうの、じゃあエアブロワー、パントリーじゃなきゃあるか。あ、これエアダスターある、パントリーない。じゃあエアダスターはパントリーじゃなく普通に買うしかないってことですね。無難にこの辺でじゃあいきますか。3本持ってんな。3本でいこう。じゃあ、はい、エアダスター OK です。じゃあパントリーに戻りまして、ナッツ業務用、いいね。こういうもうレベルで欲しいです。本当はね、コストコのやつがね、
いいんだけどさ、あれもね、あのアマゾンで探したけどもうないんです。あれ今コストコ行ってもないかもしれない。あれあれ好きだったのにな。 500g1600円、 500g800円、 ミックスナッツなんかあんのかな、こう塩分的なやつが、なんかそういうやつ。あー、なんか食塩塩コショウみたいになってんね。素焼きとかそういう感じでしょこれは。本当はなんもあれだよね、入ってちゃまずいんだよね。あ、これ素焼きですね。でも高い、やっぱ高いよね。 500g1600円。 あれだってさ、もっと安かったよな、やっぱコスコって。800円とかで最初買ったような気がするんだよね。しかも 500g どころじゃなかったでしょ。これです。はい、現在在庫切れ 850g。 これがね、ここで買った時は高かったのよ。2000円とかしたかもしれない、1800円とか。でも最初にコストコで買った時はね、800円だか900円とかだったんだよね。これ確かすげえ安かったんだよね。じゃあこの1696円しましょうか。素焼きなんで塩分とかね入ってちゃまずいから。はい、コーヒーなんだけど、カフェインが入ってないやつ。カフェインです。インスタントしかないか。そうだよね。あ、粉ってのある。これ何、粉って。カフェインレス無印粉。これはインスタントですか。わからんけど買ってみよう。高いです、すごく。 200g690円。 カフェインはちょっと今朝の一杯だけでいいと思ってるんで。でもコーヒー飲みたいんだよね。でもカフェインが入ってるとまたなんか中毒みたいになっちゃうの嫌だから。オールフリー、これこれいいんだよね。あとはトマトの水煮なんですけど、これはねやっぱパントリーないね。分かってはいた。これ普通のところから行けばあるよね。もういつも買ってるやつがあって、こうこうこう、これこれこれ、ソルレオーネ、これがいいんだよね。16パック2300円。これ安いよな実際。そんなことない。147円。はい、 92.5。これでいきます。 OK です。パントリー終了。 OK、 じゃあ今日はこれで終わろうかな。今日はね朝早くから、ちゃんと行動してですね、朝のうちにやることがある程度午前中のうちにね終わったのがねよかった。でウォーキングも行けたしね、早い段階で。時間の使い方が良かったと思います。こんな感じで行けたらいいね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。